どうもこんばんは、白井博明です。今回の動画はプロって打ち方知らないんだなって思った動画撮っていきます。また意味深な。これどういうことかというと、その場面にならないとスイングが見つからないってことなんですよ。その動画を詳しく撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。今その冒頭でスイング知らないんだなって言いましたけど、知らないっていうより先に決めてないっていう方がまあ正しいのかなとも思うんですけど、コース今日たけちゃんとラウンド行ってきたんですよ。の時にまあ改めて思ったことっていうのはすごく多くて、それを動画にしようと思ったんで今撮ってもらってるんですけど、例えばゴルフがうまくいかないなとか、コースでいいショットが打てないなっていう方が、こういうライとかこういうライとか行った時に、こういう平らなところで完成させようとしてたスイングをやろうとしすぎてんなって思ったの。ずっとツーサムだったからどんどん前突っかえるのよ。でこうやって後ろからこうやって打つの打てないからさ、ね、待ってんの見てんのよ。そしたらどこでも同じイメージで素振りをしてるわけ。いやこれなんかちょっとおかしいなと思って、たけちゃんといろいろ話してて、まあ後輩の話とかになっていろいろ思い出したら、竹内さんも俺もそんなことやんないなと思ったやってないなと思ってやってない、何十年も。だからそこが違うんだなと思って、こういうスタンスしか取れない場所から、あの150のグリーンに打たなきゃいけないって言ったら、スイングなんか気にできないじゃない、振れないんだから。で、あそこに振るための動きだけをこうやってやるんだよね。そうで、たけちゃん絶好調だったのよ。よかったんだ。そうだからミスショットの例ができないんだけど俺を例に出していい、うん、例えばショートホールで7番アイアンで160ヤードを左引っ掛けるね、こうやって引っ掛けたの、したら、あ、左行っちゃったで終わりにするわけよ、ああちょっとターゲットから左に ずれた、うん、曲がった、でも他の方ずっとこうやって見てると、左行ったじゃない、したら、こうやってやってんの、関係ないよねと思って関係ないんだ、関係なくないと思って、そこじゃないんだよなと思って、それすごい思った。その関係ないっていうのは、ここのマット、練習場のマットの平らなところでやってるスイングをそもそもさせてもらえてないんだから、コースで、だからその動きは今のミスショットに当てはまんないよねってことを言いたいわけよ。だから練習場で出た動きのミスがコースで出たと思わないでくださいってことは、答えが分からないものをコースで求めて悩んじゃってることが多いなと思って見ててね、それすごい多い見てて。だからその左に行った原因が違うってことでしょ。違う違うけど気づいてなくて、今確認してるんでしょ、違うところを、意味ないよね、意味ないってことだよね、あと思ったのがプレーが遅い。はい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 、あのね、遅いって、例えばプロゴルファーと100以上打つ人と回るとするじゃない、プロゴルファーって別に OB 何発打とうが、打数の多い人には何にも思わないわけ、はいはいはい、だってしょうもない、当たんないんだから、ただ行動が遅い、やることが遅い、無駄な行動が多い人に何やってんですかと思う。例えば、多いのは、これちょっとプレーの話になっちゃったね、プレー時間の、いい、いいと自分の番なのにこうやってる。なんで？で自分の番が来てから、ポケットからボールとティーを出して、何してんのって、前の人が打ったら、その人のティーを拾うタイミングで自分もティーを刺さなきゃ。ああ、もうそういうことね。喋ってる時間ないから、詰まってんだから、空いてんだから、俺ね、あの本当思う、プレーが遅すぎる、で、無駄な時間が多すぎる、セカンド地点、ティーショットは同じとこから打つでしょ、でセカンド地点行くじゃん、セカンド地点行ったら小学校のサッカーと一緒なんだ、一人のボールのところに集まる集まる集まる、ごちゃごちゃ、いらない、自分のところで自分の打つ球筋とヤーデージを早く頭の中に入れといてください。で自分の番が来たらすぐ打ってください。したら次のショットも考える時間が多いから。そうだね、パター読める時間があるから、人のショットを解説しなくていい出てくるの、やっぱり評論家大好きだから、めっちゃいるから、大好きだから評論家。あ、ヒール今ヒールヒールだろうが何だっていいわ自分のゴルフに徹底してください。まあそれが楽しみかもしれない、ワイワイやるのがね、ただまあ後ろの組とペース、前の組とのペースをまあ測りながら、まあやっていただければ、楽しいことに越したことはないので、
ちょっと打ち方の話に戻りますけど、うん、あのね、本当にコース行った時の状況が変な話、72回で回ったらパター抜いたとしても36半分ショットのその36回違うショットを打たされるようなもんだから、うん、コースはだからあくまでも練習ってベース作りための練習をしてほしいわけ。コース行ったらそのベースを引っ張ってきて何をプラスするかだから、うん、それがねないなと思って。そうだよね、状況が一つとして同じじゃないってことだもんね、うん、そう、海外選手とかはベースのスイングがあってコース行った時にまあもうちょっと飛距離を出したりとか強い球が欲しいとか賞金を稼いだりとかするためにこういうこう入れ方をしたりしてるじゃない、うん、だからそういうことがみんなあったんだなと思ってそうだね、うん、じゃないとやんないから。そうだね、そういうこと、そういうのがちゃんと何のためにやってるかっていうのが分かってきたらいいところですね。そうするとアマチュアはさ、うん、コースに行った時に状況が毎回違って、うん、でも打ちたいように打つには一番簡単な方法は手打ちってことなんですね、うん、そう、手打ちってこと。ってことは手打ちをたくさん練習場で練習、うんうんすれば、まあ、手打ちがその万能というか、うん、どこでも打てるよねってことになるんだもんね。そうだね、そうだね、そしたら手打ちだけ練習した方がいいっていう結論になるんだ。いいいい、ね、で手打ちにミニスパイクを加えてあげたら普通のショットだから、うんうんうん、そもそも手打ちがなかったらそれができない、うんうん、だから本当に、まあ、ベタ足手打ちが打てるかどうかで相当その先が変わると、うんうん、かなりね。それだっけ、アッパーの方でさ、うん、コース行く前になるとさ、うん、当たんないからっつってさ、うん、手打ち練習しだすの。あ、M岡さんね、うんうん、いますよ。普段の練習は違うことやってんだからやってんだけど、そうやってんだけど、コース前になると、うん、他の方に迷惑かけちゃいけないからってことは当たるスイングってことじゃない。それで手打ちやるんだから、うん、ベタ足手打ちをで、コースベタ足手打ちで回るっていう ちなみに徹君も僕もその方大好きですよ大阪のミーティングから来ていただいて、うん、ありがとうございます。すごいね、そう、面白い話だよね。面白いよね。ワンナップゴルフ的な話だよね。そうだね、うんうん。そうだよね。うちならでは。じゃあっていう話だね。そう。そうだ。ならば。ならばずっとそれやればいいよね。そう。だからそれぐらい確率の高いってことだよね。うんうんうん。変な話、フルスイングのスピードまで。そのクラブのスピードを上げられれば、うん、同じ距離出ますよ、ね、すごくいいショットがあるんですよ、ベタ足手打ちという、うん、なんでワンナップゴルフがベタ足手打ちをやってくださいっていう理由として、まあ、腰の切りすぎだったりクラブが間に合いません、振り遅れますよっていうことで、まあ、過去の動画でベタ足手打ちというショットを、まあ、やってるんですけども、だそういう基本となるスイングの前の段階のこと的なもんなんですよ、ベタ足手打ちって。なんでそれがまあ、すごく基本を支えているものなのですごく大事ですよっていう動画がありますので、ベタ足手打ちちょっと見ていただければと思います。あれ撮ったんだっけ、ベタ足手打ち撮った、あ、ベタ足手打ちだけ撮ってないよって言って撮ったよね。そうだよね、そう、そのが基本の前のって言ったけど、でもそれだけでだいぶスコアは良くなるじゃん。そうだね、本当にベース中のベースだからね、スイング全然良くなる。え、打ちますそういうショットがあるんですよ、ベタ足手打ちというね、飛距離は変わりませんっていう。ダイモンの動画で距離が変わらないっていうのはありますので、はい、まあ、それ見ていただければと思います。あとラウンドのやつも、あ、そう、普通のショット対ベタ足手打ちでもあれ負けてるんだよ。どっちが1アンダーと2アンダーだからベタ足手打ちが1打負けてんだ。1打負けてんだ、ただ1アンダーだよでも同じショット打ってるんですよ、同じようなショット。オンラインサロンの方ではまたその違うホールなんかも載せてるんですけど、それぐらい基礎となる動きが入ってますよっていうショットがまあベタ足手打ちなんで、それをコースに持ってって最初からこの動画で言ってる傾斜に合わせてスイングオフしたりとか、そういうものをどんどんプラスしていくんですよね。平らな状態からプラスしちゃうとイレギュラーな場所行った時にとんでもないことになるんで、なんでまあ本当に練習では軽くベースとなる本当軽いスイングだけこうやって練習しとけばいいんですよ。本当に力感もあんなもんでいいんで、要所要所ちゃんと力が抜けてない場所がちゃんとあって、ちゃんと張り感があってクラブを出せてれば、ヘッドが触れてればああいうショットは打てるんで、そこにコース行った時のライを見てプラスしていく感じにしてみてください。なんでまあ本当にショットコース行った時にまあ感じたことをっていうのをちょっと動画にしていきましたけども、本当結論としてはプロもこういうスイングをしたいって言ってコースに行ってないなってことなんですよ。その場の状況を見て自分が何をこう引っ張ってくるかっていうのがすごくコースでやってることなんで、先にスイングを決めていかないようにしてみてください。お願いします。動画の方以上になりますので、はい、
気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。